それでは長文読解問題いってみたいと思います。本日の芝浦工業大学の長文は文政上問題です。皆さん2問ご用意をしているんですが、皆さんヒントはですね、やっぱり対比でございます。皆さんいろんな動画でお話はさせていただいているんですが、反対とか逆ですね、これを皆さん参考にしながら頑張りましょう。さあ皆さん、まず設問の指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、全体像はこんな感じでございます。お願いいたします。テミさん、どこから始めていただいてもよろしいかと思いますが、皆さん、この出だしに Two Basic Approaches という話がありますので、これでいけそうですね。でもちろん皆さん2つと言っておりますので、まず1つ目が来そうですね。ですから C が一番初っ端ということは、皆さんこう選択肢が2択にまで絞れますよね。で皆さん選択肢を見比べていただきますと、 E が一番最後になってますよね。で皆さん見てみると、ディダクティブリーズニングという単語が載っております。で皆さん C の後に B が来るのか A が来るのか、ちょっと確認しますね。そうすると皆さん、インダクティブリーズニングとディダクティブリーズニング、2つに分かれてますよね。で皆さん、一番最後に来ている E のですね、ディダクティブリーズニング、これが皆さん最後に来ているということは、 B のディダクティブリーズニングも後ろの方、後半の方ですよね。でそうすると皆さん、 B がこの前半に来ているのがなんかまずそうですね。で皆さん、こちらであれば確かに後半に来てますよね。で皆さん、読んでいない D を見ていただきますと、オポシットディレクションということで、皆さん反対の方向という話がありますね。ですからどうやら A のインダクティブリーズニングとディダクティブリーズニングですね、これが反対の関係のようですね。ですから正解は D ですよね。皆さん見ての通りです。この大文字の A と B、それを間に D で前後反対の関係を導いてるんですね。つまり A があって、その反対が B という感じでよろしいかと思います。さあ皆さん、ラストの問題でございます。お願いします。で皆さん、選択肢眺めていただきますとですね、 E が一番最初に来ておりますが、こういう E が最初に来ている選択肢一つしかないですからね。ですから空所の左側の文章と E の選択肢を検討して、ああいけそうだな、じゃあ E が最初で OK っていう問題を大学が作るかっていうと、あんまりその可能性は高くないですよね。で皆さん、実際に検討してみると、空所の左側にはサイズとコンピューターの能力の話が書いております。でそれと皆さん、 E がつながるかというと、まあサイズの話はあっても能力の話は全く書かれておりませんので、つながらないですね。ですから C から始まるか D から始まるか検討していただけるとよろしいかと思います。で皆さん、 C を一番最初に持ってこれるかどうかですが、皆さん見ていただきますと20年後ですよね。で空所の左側に何かそれの基準となる年代が書かれてあるかというと、書いておりませんので、基準がない状態で20年後とは言えないですよね。ですから D が一番初っ端に来るということが分かりました。であとは皆さん、一番最後が EA でつながっておりますので、真ん中の BC か CB か、これを検討すればいけそうですね。で皆さん、 DB か DC かですが、皆さんヒントはこの C の However ですよね。で皆さん、 DC この順番でいけるかと言われたら、皆さんこれ However の前後は反対ですけども、
でこれ見ての通り、開発された開発されたと言ってるだけで反対にならないですよね。で皆さん、この BC の順番だったらどうなのかということなんですが、で皆さん、 B はめちゃめちゃ大きくてですね、非常にこう空調の効いた部屋が必要だったということでございます。だから大きいんですね。でしかし20年後デスクサイズのコンピューターということでございますので、小型化されてますよね。ですから B の大きいですが小さいということで、前後対比の関係バッチリですね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、芝浦工業大学の文政序問題2問いきましたが、皆さん、ヒントはですね、これでございましたね。とにかく皆さん、反対とか逆とか、対比を示す表現はヒントをくれるんですね。でもちろん、文政序問題以外の設問でもちょくちょく、頻繁にですね、出てくるんですね。ですから、それはやはり皆さんにも意識していただきたいですし、このヤダチュースタディでもそれをなるべく意識できるようにですね、配信してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。